これさ、本編ね。もう笑うのもきちい。こんなにオープニングで命かけてる人いる？いや、いないね。マリオメーカー2でこんなオープニングを作ってるのきっと世界で僕だけでしょ。だから何なんだ、真面目にやれ。はい、それじゃあ少しでも頑張ったなって思ってくれた方はぜひ高評価お願いします。それじゃあ本編入っていこうか。どうも命かけキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースト、シーキングビンゴということで、ビンゴを探し求めているということでしょうか。で、ビンゴっていうのはサムネを見る感じ、あの犬のことだと思うんだよね。さあ、命がけの犬探しを始めようか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.81%。 あー、また初見さんで見る方が減っちゃったな。あんなオープニングをして、あ、この人面白い、待ってチャンネル登録しようって思うやつなんて絶対いなくね。なんかなのになんでそれをやっていく。この50コインの方行っていいのかい。なんかやられるとかそういうわけじゃなかったね。さあ、ドアに入っていこう。最初の場面は何もなかった。そしてこれはパウ持てないもんな。どうやってや、なるほどね、そのパウを叩けってことか。でもさ、これやり直し聞くんじゃない。頼む、やり直しは聞かせて。いや、この次だ、この先何もないはず。開幕放題。なんか喉おかしくない？今の開幕放題めちゃめちゃしゃがれてなかった？さっきの猿時計でもやられたかもしんねえ。あれ、今度振ってこないよ。一旦右行って左行くみたいな。キモい声を出すな。普段はイケモなんだから普通にやってってれば、チャンネル登録者数どんどん増えるはずさ。待て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 。そうだ、俺はイケボキングだ。そうやって言い続けて、みんなにイケボっていうことを洗脳していこうじゃないか。下と上どっちだ。下怪しすぎんな、あのブロック。あっちが正解だろ。なら上に行こうじゃないか。あの赤い土管、実は入れませんよっていうことはないのか。キャーもう壊れるって。もう喉も頭も壊れるって。どのタイミングで行けばいいの。今のタイミングでいい。オッケーオッケー。で、この土管は入れたね。さあ、次の場面は何だ。でもう中間ポイントとゴールあっていいよ。このキロカ様を取っていく。取ったらダメじゃねえか。いや、でもなんかね、さっきのオープニングで発声練習みたいな感じでめちゃめちゃ声が出しやすくなってるね。この地下ブロック乗っていいのか。すげえ怪しい。下から何が出てくるんだろう。分かってんだ、何が来る。僕さ、マリオメーカー配信者でドン引きされるランキングナンバーワンだと思うな。でもそんな僕を見てるみんなも自覚してるんだろうな。頭がきちいやつのを見てるって。特に20歳以上の人。どうした、なんでこんなの見てるんだ。向けません。
いやごめん、さっき20歳以上がなんちゃらかんちゃらって言ってたね。マジで悪いこと言ったなって思う。ちょっと取り消させて、16歳以上にして。上に隠しブロックがあったってことはここジャンプしたらいけない。じゃあ左かな。あーここがやっぱ開いてくれるんだな。そして扉素直に入らせてくれると思う。実は穴ですよみたいな。違うね、これあなたの小僧が。さーて、そろそろ中間ポイントでもいただくとしますか。ここはジャンプして避けてこの扉に入る。オッケーオッケー、これで中間ポイントがないね。Y プラス左 AT スタート、スタートから左をシーパーしろっていうことかい。でもこの上に行けば何かある、そういうことなんじゃないのか。頼む、前に上に。でかキノコ、そして鉄球が出てきたね。あの鉄球なんか出してくれ。なんだお前。ならスタートから左をシーパーしてみます。これで何か変わるんでしょうか。 P スイッチが発動されたね。このままずっと待っておいていいのかな、それとも先に進めみたいな。そしたらさっきと罠が違いますよみたいな。これあって、ハハハハハ、ニヤニヤしてんじゃねえ。なるほどね、こっから罠が変わってるってパターンか。じゃあこのブラッパどうやって倒すんかな。勝手にやられてくれ。パンちゃま、この場所に寄っておけばいいんですね。そして次は下からアイテムが出てくる、そういうことなんじゃないのか。よし、分かってんだよそんくらい。そして右下に行けるって、やめろー。このスーパーボールフラワー見事解いた僕を褒めてほしいね。じゃあ次はまた上の土管に行けっていうことか。あぶね。情けねえ声が出てしまった。これ危ねえってね、急に出てくる声みんなに聞かせたくないんだよな。情けなすぎて。そしてここは 4-5 って書いてるのかな。パワーブロックとこのスーパーボールフラワー、これヒントなんじゃない。そして右上にパワーブロック、わかったわかった。さっきさ、左にパワーブロックが1個余ってたじゃん。それを叩けば別ルートを進めますよみたいな。今日の僕さえてる。さあ戻ってきましたわ。左のおパワーブロックを叩くことで右のおブロックが開いて右のおドカーに入れと、そういうことでしょう。さあ進みますよおマリオ。さおマリオってなんか汚ねえ。おまるみたいで嫌だな。なんかごめんね、食事中の方。もうこれ引っかかった感じですか。いやまだワンチャンあるよ。ねえよ、いつもいつもワンチャンあるとか言ってるけど、ねえって分かってんだよ。おまるの話の続きしていいか。やっぱやめとこうか。おまるの話の次はちょっと動画的に汚くなりそうだからやめておく。さあここはお右引っかからなかったな。バネ叩いていいのかい。うわ、先に中間ポイント取りたい気持ちはあるけど、ちょっとパウ叩いてみようか。どうなる。なんか君はいつも僕の邪魔をするんだい。バネ、いやまさかまこのパウを叩くことによってこの場所にバネが落ちてくるとか思わないじゃん。さあ中間ポイント1無事取れましたね。そしてここが上のキノコは取っていいっていうか取れるようなところに。一応よし、今の石エイジの反応めちゃめちゃ速くなかった。僕マリオメーカーのトロール配信者で一番速いリアクションを取れる自信があるね。ちょっと次もさめちゃめちゃ速くすると思うから見てって。いや違うなって。ちょっと急すぎた、今の急すぎたから今のなし。次もう一回めちゃめちゃ早いリアクションを取ってくるから、まあここは全然避けれるよ。さあ次はこのコインを取ってどうなる。全言撤回しよう。いたって普通の配信者です。別に早くても何ともなかったね。さあ次はオープンブロック、下から叩く、上から叩く。じゃあ僕は上から叩いて常に右押しっぱだ。普通に考えれば分かったじゃん、右を失敗したらツタの方に出てくるって。じゃあちゃんと次はツタに捕まろうか。そんで下に降りていいわけがない、針があるもんね。だから下に降りてすぐにこのキノコを取っていく。邪魔おやじ。もしかしてさ、あの針の上乗っていいのかな。そうしないと間に合わないような気がする。あ、乗っていいんだね。やっぱりさ、ここはしゃがんでおく。オッケー、そんくらい全然余裕だよ。どっかにどっかんとかあるんじゃないのか。大丈夫か。そういやさ、僕の動画のテンポって結構早いって言われるんだよね。だからついてくるのにちょっと疲れるみたいな、結構ねそういう意見あったりするからさ、もうちょっと遅くした方がいいのかなと思って。どこだ、どこに行く。いや、これは右のドアに繋がってるのか。頼む、違う場所だって。そんだけ。まあ確かにゆるく実況していくのもいいかなと思うんですよ。この疲弊しきった社会で疲れたみんなに癒しを与えるみたいな。だからさ、ちょっとだけゆるく実況してってもいいかな。多分そっちの方が動画のテンポとしてついてきやすいような気がするんだよね。そしてこれは間違い探し、一番右だって書き棒だね。だからここは正解だ。
それはずるくないか。答えは後で変えるのずるくない？真ん中だけ書き棒になったんだよね今。だからこっちが正解ですみたいな。この悪魔が。ここはトロールコースっていうことを忘れてたぜ。間違い探しなんて何の意味もないんだ。さあ土管に入っていこうか。土管に入れませんね。結局さ、テンポいつもと何も変わってなくない？僕こういうテンポが好きなんだろうな、自分でやるのが。で次は左がいた。なるほどね、こっちに行けっていうことか。あの黄土色の土管も入れないっていうことなんでしょう。こしゃくが割れしやがって。土管が反対になった。じゃあ下に行ったらやられますよみたいな。いや正直ね、自分なりに速いテンポでわざと作ってるのよ。なんでかって言ったらさ、ほとんどの人が 1.5 倍再生とか2倍再生で見てるでしょ。だからそうさせないためにっていうか、なんだそれ。やばい、これ絶対無理じゃん。じゃあいろんな土管があったから、どっかの土管に入れっていうことなんかな。上は上入れない、この下も入れない、上も入れない。ちょっと待って、なんかさっきと違うくね。まあいいや、このまま先進んでいこうか。上が正解なんかな。右の土管で合ってる。こっちの土管。超イモムシ。いや面白いわさっきのハラちゃんのやつ。でここさ、上に50コインがあるじゃん。あの50コインを取ったらピースイッチが発動されてブロックに変わると思う。さあここは右行った瞬間すぐ左に行こうか。それでどうやって入れる、頼む。マジ。怖えわ、あれハラちゃんも。そして左には中間ポイントとオンオフブロックがある。で右には10コイン。落ち着いていこう、絶対に一発で取ってみせるよ。あの10コインをバーに入らないギリギリで取る。そしたらやれ。そういうのが一番困るんだって。ヒーって言ったのに何もない。一番の実況者殺しじゃねえか。ちゃんと右まで来てくれよ。金に釣られるなと。じゃあ次はオンオフしないで砲台の上に乗っても何もない。オンオフした瞬間すぐ左に行こうか。だから勢いをつけて行ってみる。たくそか。ここで左ダッシュ。手強いね、あの中間ポイント。じゃあ次は何もしないでいいのかい。オンオフ叩いてこの場所とどまっておくよ。大丈夫か。よし、待って待って。さあ中間ポイントに残すはゴールのみだ。ここはや、うん、なんで一回やられないいけないみたいな感じかな。そしたらあの青ブロックがなくなるみたいな。クッパお疲れ。ということでやられてきましたけど、これで青ブロックがなくなっちゃうと思っちゃうね。いやごめん、なんか素で方言が出てしまったな。で右のコインすげえ怪しくない？あれ取ってみようか。なんもなんないとか。うっしょ、このじゃあ普通に下に降りようか。先を見せてくれないってことはこの先罠があるっていうことは分かってんだ。なんもないのね。じゃあこの裏を普通に取っていくよ。この隠しブロック叩いたらいけなかったんじゃない？叩くことによってなんか押し寄せてくるみたいな。誰が来るんだ、お助けください。じゃあ取らないでおこうか。それでこの氷ブロックが開くっていうことなんじゃない？ただこのフラワーが何かしてくれるとは思えないんだよな。これで氷溶かせるとか、そんなことできる？みんな分かった？下にガモンがいたじゃん。そのガモン踏んで上に戻れっていうことなんじゃない？オーケーオーケー。そしてこのフラワーを取って多分右のドアの方に行けっていうことだと思うんだけど。いやなんかスーパーボールフラワーになったけど、ギリギリだね。ファイアーボール1個出しておいてよかった。上に行く、下に行く、どっち行く？下に決まってんだろ。上に行っても何もいいことないがねえよ。さあクッパクラウン乗ったね。左のピースイッチ踏んでいいの本当に。頼む、何もしてくれだよ。あ、クッパクラウン止まって、どっか行っちゃう、どっか行っちゃう。バブル。これはクッパクラウンを置く場所がめちゃめちゃ重要になってくると思うよ。この場所だね。そしたらバブルも乗らない。よしよし、さあ行こうぜクッパクラウン。下に行っていいのかい？下には何があるんだい？魚。一旦右側で魚を落としておこう。そしてそのまま下に行けばいいのさ。もう一体来るとかないよな。パンイチでめっちゃビビってる自分の姿がキモすぎる。そこのクソ長い砲台よ。下に行って右を進歩すれば扉に入れるっていうことは分かってんじゃん。さあ扉に入っていこうか。そろそろゴールがあるんでねえの？意外とないのね。なんて書いてんだろう。グリッチーズ、バグってことかな。右上の土管はもう入れないっていう感じか。じゃあこの下に行ったらバグがあるんじゃない？期待してるぜ50コイン。え、なにこれ、え、ゴートゥーファストって書いてたよな。下に行ったら何があるの？
ビンゴ見つけたぞ。多分ね、ゴーファストって書いてたのはこの扉に入って右ダッシュしなきゃ土管に入れないっていうことだったんじゃない。オッケーオッケー。ゴールはまだか。ここはすぐ右に行こうか。ガッツ NY ハテナ。うわ、2分の1じゃねえか。完全にどうしよう、右行こうか。多分ピンポンって言われてる。頼む、会ってくれ。なんでよ左だったの。もうこういう時2分の1外すなんて、めちゃめちゃ大事な場面なんじゃねえか。チビマン、嘘でしょ。いやー本当に戻ったのか。これチビマン戻ったの。ちょっと見てみようか。もうやめる。この動画が良ければグッドボタン。なんかさ、左行ってもゴールできそうな気しないんだよな。こっちで大丈夫？ブブって言われてるけど、頼む、これはゴールできるのか。え、行けた。え、これどうやってゴールすればいいの。行きやめなんて選べんね。まだ中間落ちてないか。じゃあ右では合ってたんだ。右でどうにかしていくやり方があるんだね。さあ戻ってきたぞ。右っていうのは分かってんだ。こっからどうやったらゴールできる。一旦上まで行こうか。ブロックを立てた瞬間上に行くとか。なるほど、何もしないでよかったのか。いや、今回のトロールコースめちゃくちゃ充実したトロールコースだったね。すごく楽しかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオやればできるということで、サムネを見る感じ一つのブロックに青いトグメットが4体、それが4つあるんだけど、あの青いトグメットをかわしながらゴールを目指せっていうことだと思うんだよね。いや絶対ぶつけんよこれ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.36%。 あの青いトグメットがどんな動きするかなんだよな。でゴール条件はコインを4枚取ってからゴールか。確か青いトゲメットの中にコインが見えたような気がする。あ、やっぱりあるね。じゃあこのコインを4枚取りながら、しかも青いトゲメットをかわしながら行けみたいな、これむずすぎか。これさ、タイミングめちゃめちゃシビアじゃない。上の青いトゲメットが右に行った時にしか左に乗れないみたいな、それを4回繰り返すって結構やばいと思うんだよね。いや、コース名にやればできるって書いてたんだ。ならやってやろうじゃないか。ペペペペ、ふざけるな。数々難関なコースをやってきたじゃないか。お前ならいける。無理だよこれさ。1個目のコインかすって取れないかな。ちょっとそれでやっててみようか。僕がカスだね。いやギリギリでいけそうな気がするんだよな。いた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 。いいよいいよ、全然いいよ。このやり方が分かっただけで馬鹿なんだ。頭おかしいって。そんな騒ぐところじゃねえだろ。あとは上のトゲメットが動くタイミングが分かればバッチリいけると思うんだよな。あ、左からわざわざダッシュしなくてもいけるんだね。だから開幕ダッシュで行ってみようか。じゃああとは開幕ダッシュでいけるかどうかのタイミングなんだけど、うわ絶対無理だね。上のトゲメット左まで来てるじゃん。だから少しタイミングずらした方がいいんだよ。左からの右、これでどうかな。頼む、痛くない、痛くない、痛くない。ゴール条件で見にくいんだよ。ゴール条件めちゃめちゃ見にくくなかった今。いやあれがなくてもいけた自信はありませんね。でももう行き方分かったね。あとはメットをかわすことができればゴールできると思うんだ。騒ぐな、ゴールまでもう一歩手前まで来てるんだ。これで行って、イセルさん行けー、やったキッチン、めちゃめちゃ難しかったこれ。そんでこれめっちゃ速かったから最速取れてんじゃない。いたか、これが一発盛りの名人だ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。